俺は昔、24時間営業の喫茶店でバイトしてたんだが、その店では本当にいろんなことがあったんだ。数えきれないくらいの。その中でも特に、店の常連でもある、通称メロンちゃん。メロンソーダばかり頼む彼女に対し、バイト仲間たちが勝手につけたあだ名。という女の子が絡むと、本当に怖い体験をすることが多々あった。今からその一部を話したいと思う。よければ最後まで付き合ってくれ。その日、テレビでは真夏の最高気温を更新したと、何ともありがたくないニュースが流れていた。そんな嘆きたくなるような暑さの中、俺はいつものように夜間の喫茶店アルバイトに来ていた。夏休みのせいもあって、やたらと若い連中が多い。が、あ、あ、は、と、おおよそ品のない笑い声が飛び交い、お世辞にも喫茶店の店内とは思えない印象。頼むからファミレスにでも行かねえかな、と頭の中で念じながら、客のオーダーを取って回る俺。やがて店の中が落ち着きを見せ始めた時だった。何か背中に違和感を感じた。見られている。誰に？客に。ちょっといいかな。不意に声をかけられた。振り向くと、そこには30代半ばほどのスーツ姿の男性が2名、俺の背後に立っていた。20分くらい前に入店した客だ。カフェオレを2杯頼んでカウンターに座っていたのを覚えている。はい、どうかされましたか？なんとなく威圧的な印象を受け、俺は持っていたサービストレイを脇に抱え直し、姿勢を正した。こういうものだけど、店長さんいるかな？そう言って、スーツの懐から何やら手帳らしきものを取り出し、俺に見せてきた。警察いるんですか、いないんですか？後ろにいたスーツの男が言い迫ってきた。います。前にいるメガネのスーツの男よりもさらに威圧的な態度だ。言葉は丁寧だが、声から何らかの圧力を感じる。とりあえずここは素直に言うことを聞くしかない。店長は
店長はいる。実は松島の書類整理のため、今事務室の中で PC と格闘している最中だ。俺は厨房にいる相方に事情を説明し、二人の男を事務室へと案内した。すると二人の男はさも当たり前のように俺の脇をすり抜け、半ば強引に事務室へと入っていった。唖然とする俺、どうしたもんかと考えても仕方ない。しょうがなしと俺は店内に戻った。ふと店内に目をやる。カウンターのすぐ前のテーブル席に見知らぬ男性が座っていた。どうやら俺が警察官を事務室に案内している間に来た客のようだ。やばいやばい。トレーを手に取り、急ぎ足でテーブルに向かう。大変お待たせしました。ご注文は…が、男性は何も答えない。それどころか無反応と言ってもいい。やばい。怒らせたか。俺は男性の脇に立つと、大して嬉しくもないであろう、ぎこちない笑顔を向けた。無視だ。まあ、当たり前か。お客様。再度声をかけたその時だった。ごめん。親父、本当にごめん。黒くなっちまった。何もかも。本当にごめん。一瞬ゾッとするような、低い押しこもったような声だった。表情は変えず、目線は前を注視したまま。何よりもこの男、さっきから瞬き一つしていない。やばいなこれは。この店には腸がつく怪しい客がよく来店する。なぜかはわからない。ここはとどまりやすいだとか、霊道かもだとか、そんなことを前に言われたこともある。ご注文がお決まりになりましたら、またお呼びください。俺はそう言い残し、素早くその場を離れる。俺はカウンターに戻ると、荒くなった息を整えた。何かあったんですか？斜め向かい側、店内の一番隅にあるテーブルから、聞き慣れた女の子の声が聞こえた。が、次の瞬間、首に何か冷たいものを押し当てられたかのように、俺は肩をピクリと震わせた。手足から血の気が引いていく。テーブルには誰もいなかった。はじめからそこには何もいなかったかのように。ご協力感謝しました。突然の声に振り向くと、そこにはさっきのスーツの男たちがいた。手には紙袋をぶら下げ、軽く会釈した後に店を出て行った。
中尾くん。俺を呼ぶ店長の声。見ると事務所から体半分を出してこちらに手招きしている。おそらくさっきの件についてだろう。俺は呼ばれるまま事務所へと向かった。中に入ると予想通り、店長の要件は先ほどの男たちのことだった。正式な捜査依頼があり、店内の監視カメラの記録を提供してほしいとのことだったらしい。しかし、問題はここからだ。なんと事件のことは一切明かせない。しかもこのことは他言するなと、念書のようなものを書かされたというのだ。というか店長、すでに俺に他言しているんだが。ともかく、今後またあの二人が来る可能性もあるということで、気をつけておいてくれと店長から頼まれた。と言われても、何に気をつければいいんだ、とも思ったが、とりあえず適当に返事を返し、俺は仕事に戻った。その後は特に何事もなく、俺は無事朝を迎え帰宅した。なんだか長い夜だった。変な刑事は現れるし、見ちゃいけないものまで見てしまった。おかげで頭の中はぐちゃぐちゃだ。俺はシャワーを浴び、缶ビールを一本開けると、これ以上何も考えたくないのもあって、すぐにベッドにダイブした。意識がまどろんでいく。灰色の空に黒煙が立ち上る。どこか陰鬱な風景。人々は手に武器を持ち、口々に何か叫んでいるのだが、何も聞こえない。若い男が火のついた瓶を投げ、地面に落ちた瞬間、辺りが炎に包まれる。燃え盛る人々。必死に火を消そうとする仲間たちに、武器を持った人たちが容赦なく襲いかかる。場面が変わる。黒い。辺り一面が黒い。洞窟のようなところを抜ける。人が一人立っていた。男だ。顔がはっきりしない。俺に向かって何か叫んでいる。男は怒っている。俺は男にゆっくりと手を伸ばした。俺は。場面が変わる。暗い部屋の床に扉があった。重々しい鉄の扉。その扉の前に壺が置かれている。壺に近づき中を覗き込む。次の瞬間、あっ！俺はそこで飛び起きた。夢。ベッドからふらふらと立ち上がると、冷蔵庫にあったペットボトルの水を取り出し、一気に喉に流し込んだ。気管に入り込むが、構わず水を流し込む。全部飲み干して一息つくと、俺は冷蔵庫の前にそのまま座り込んだ。夢の中、
ほの暗い部屋の中にあった壺。あれは何だ。俺は何を見た。思い出せない。思い出そうとすると激しく頭が痛む。最悪。俺はこめかみを抑えながらのそりと起き上がると、よろよろとした足取りで部屋に戻り、そのままベッドに倒れ込むようにして再び深い眠りについた。で、起きたら頭痛はするわで、最悪だった。変な夢だね。翌日、俺はバイトに来ていた。昨日と打って変わって客も少なく、暇を持て余していた俺はなんとなく昼間見た夢について厨房にいる相方に話をしていた。それさ、学生運動とかじゃない？学生運動？そうそう、知らない？昔、いや、一応知ってるけど。確かに夢で見た奴らの服装とかそんな感じだったな。学生運動とは、時代や個別学校によっていろいろなものがあるが、代表的なものとして反戦運動、学費値上げ反対運動、学生会館の自治要求など、活動家と呼ばれた生徒を中心に行われていた活動だ。演説やビラ配りといった地味なものが主だったが、確か1960年頃だったと思う。東大で警察と学生が衝突するという事件があった。警察の忠告を無視し違法なデモを行ったというのが原因らしい。そこで当時活動家だったとある女性が機動隊と揉み合いになった際、死亡してしまうという痛ましい事件が起こった。彼女の死は日本中に知れ渡り、多くの学生運動の着火剤となってしまった。とまあ、ここまでが俺が大学で習った大方のあらすじだ。相方が言うように、確かに昨晩夢で見た奴らはどこか古臭い服装だった。ヘルメットをかぶって口元にはハンカチを巻いていたり。じゃああれは学生運動。確かに学生運動も末期となると火炎瓶などを使った、もはやテロ事件のような暴動もあったと聞く。思い返せば思い返すほど納得できる場面が多々あったような気がする。中尾くん、そういうオカルトっぽい話好きなんだね。え、オカルト？あ、いや、俺は別に。いや、実は俺もね、オカルトとか大好きなんだよ。まあ、主に僕の場合は呪い専門だけど。呪い専門？なんだか怪しい話になってきた。まさかバイトの相方がオカルトマニアだったとは。しかも呪いってなんだ、呪いって。例えば一人かくれんぼ。本来は降霊術や呪術などの儀式みたいなものらしいんだけど、浮遊霊など成仏できずにいる霊は実体を欲しがるから呼び寄せて人形に乗り移らせる。そうすることによって霊とコンタクトを取るといった方法らしいんだ。
ただ失敗すると呪われちゃうんだな、これが。そう言ってにやりと口元を歪める相方。俺の営業スマイル並みに気持ち悪い。あとは孤独とかね。これは気持ち悪いよ。壺を用意してさ、その中に毒虫や毒蛇なんかを入れて共食いさせるんだ。そして生き残った毒虫を呪術で使うと相手を呪い殺せるんだってさ。犬神とかいう呪術もこれに似ててね。土佐の方ではこの犬神の儀式を。あ、客だ。じゃあな。俺はそれだけ言って相方の話を打ち切り店内に戻った。もちろん客など来ていない。あれ以上オカルト話に付き合わされるのはまっぴらごめんだ。オカルトはメロンちゃんだけで十分。店員さん。うわ。店内に戻った瞬間に声をかけられた。しかもメロンちゃんだ。ああ、いや、すいません。なんですか。動揺しながら返事を返す。お客さん来てますよ。え？メロンちゃんに言われ店内を見回す。客はメロンちゃんしかいなかったはずだが、慌てて店内を見渡すといた。しかも客は昨日の。背筋に悪寒を感じながらカウンター前のテーブルに近づき、恐る恐る確認する。違う、昨日の男じゃない。がどことなく昨日の突然現れた男に似ている気もする。いや、雰囲気だけかもしれない。長い髪に冷たい目、灰色に濁ったような瞳をしている。あのご注文を。男は俺の呼びかけには何も答えなかった。昨日と同じだ。まさかこの男も。急にドアベルが鳴った。ドアに視線を向ける。あれは昨日の警察官。スーツ姿の男たち。昨日の二人の他に今度は年配のスーツの男が一人増えている。しかし今はそれどころじゃ。視線をテーブルに戻した。え？いない。目の前にいたはずの男が。もう勘弁してくれ。めまいがしそうだった。昨日の男といい、今の男といい、そしてこんな時間に現れる警察官といい。中尾勇気くんだね。近づいてくる警察官の男たち。先頭に立つ年配の男がなぜか俺の名前を呼んだ。なんで俺の名前を。はい。さっきの男の件もあり、俺は少し上ずった声で返事を返した。緊張しなくていいよ。質問に答えてさえくれれば悪くはしないから。少し事務所で話そうか。年配の男が諭すように俺に言った。
ああ、店長に電話するんで、ちょっと待ってて。俺がそこまで言いかけると。いや、今日は店長にではなく、君に会いに来たんだよ。いいかな。俺に用って警察が。動揺する俺の背後に、昨日のスーツの男二人が逃げ道を塞ぐようにして立っている。年配の男は手を事務所に向け、どうぞといった感じで俺にジェスチャーを送ってきた。俺は何も言えないまま事務所の中へと移動するしかなかった。事務所の中に入ると、俺は一番奥のソファーに座らされた。そして向かい側に年配の男が座り、事務所の中の入り口に一人、外にもう一人が待機した。なんだこの夫人は。明らかに俺が逃げないように警戒している。何もやってないぞ俺は。いや、この前バイクでスピード違反した時の。ああ、まさか一時停止しなかったやつか。すまないね、こんな時間に。ただこの時間帯の方が君にも会いやすいし、人目も引きにくいから、都合よくってね。年配の男はそう言って、目元のシワを細めた。歳の方は60に近い感じだ。優しそうな印象だが、目は笑っていない。あまり時間を取らせるのもなんだし、単刀直入に聞くとしようかな。年配の男がそう言うと、入り口に立っていた男が一枚の拡大された写真のようなものを年配の男に手渡した。実は我々が追っている男が、この店に出入りしているという情報を入手してね。昨日お店の店長さんに捜査依頼の協力をお願いしたんだよ。俺はそこまで聞いて黙ったままうなずいてみせた。ここ1ヶ月分の監視カメラの映像をお貸しいただいてね。記録映像の解析を行ったんだが、その結果にちょっとおかしな映像を発見してね。おかしな映像ですか。気になり聞き返す。すると年配の男はうなずき、持っていた写真を俺に見せてきた。映像の一部だ。これ、中尾くんだよね。カラー写真だ。店内でトレイを持って注文を聞いている俺の姿と、テーブルに座る男が一人写っている。これは昨日の男だ。わけのわからないことを言った後、煙のようにかき消えた男。はい、間違いありません。ふん。ではこのテーブルにいる男なんだが、この男で間違いないかな。年配の男はそう言うと、
スーツの懐から一枚の写真を取り出した。写真は隅の方が茶色く変色し、ところどころ擦り切れている。かなり古い写真のようだ。しかも白黒の写真。男の上半身が写っている。これは昨日のあの男だ、間違いない。服装まで同じ。しかも男の後ろにはもう一人誰か写っている。写真に目を凝らす。驚いた。さっきの男だ。スーツの男たちが来る前、店に姿を現したもう一人の髪の長い冷たい目をした男。それにしても、なんでこの二人の男の写真を警察が。突然のことに頭が混乱しそうになる。それを察してか、年配の男は俺に手のひらを向けて静止を促してきた。落ち着いて。君が昨日出会った男はこの男で間違いないんだね。年配の男が繰り返すように聞き返してきた。あ、はい、この男です。俺がそう言った瞬間。嘘をつくな。その男はもうとっくに死んでるんだぞ。でたらめを言うな。突如入り口にいた。威圧的な態度をとっていた男が怒鳴り声を上げながら俺の側までやってきた。西崎。年配の男が突然一喝。俺は椅子から飛び上がりそうになったが、西崎と呼ばれた威圧的な男はピクリと肩を震わせ、年配の男に頭を深々と下げてから元の位置にそそくさと戻っていった。俺も椅子に座り直す。いや、それよりもさっきの西崎って男が言ったこと、あれは何だ。なんで警察は死人なんかを追っているんだ。いや、申し訳ない。あいつもまだ若くてね、うちの課に配属されたばかりでまだ不慣れなんだ。許してほしい。そう言って年配の男が頭を下げる。いえ、あの、それより死んでるって。年配の男は罰が悪そうに困った顔をすると、観念したかのような顔を俺に向けた。これは他言無用に願いますよ。まあ、後で念書は書いてもらいますがね。実はその男、角丸派の一員でね、我々がマークしていた男なんですよ。が、1969年、ある事件をきっかけに行方不明になり、家族からも死亡届が出されている始末でね。当時奴は22歳。もし生きていれば今頃私と同じしわくちゃなじいさんなんだ。頭をかきながら
年配の男はそう言って軽く笑ってみせた。当時22歳なら、もし生きていたら68歳か。はあ、すまないね、こんな馬鹿げた話に付き合わせて。え？いや、死んだはずの人間が生きていたっていうのなら、我々も捜査のしがいがあるんだがね。残念だが、これは何かのいたずらとしか判断しようがない。ま、情報が寄せられる限り我々も捜査をしないといけない立場でね。そうですか。でもいたずらっていうか、俺が見たのは。どう返事を返していいのかもわからず、俺は困惑しながら言った。君は何も見なかった？え？何を？俺が言いかけて、この記録映像も我々が然るべき形で処分させてもらう。君は何も見なかった。いいね。俺の言葉を遮るように年配の男は言った。先ほどの人の良さそうなおじさんといった印象はそこにはなく、一人の警察官としての凄みと、何事もねじ伏せてしまいそうな威圧感を放っている。はい。居心地の悪さを急激に感じ、早く解放されたいと願うばかりに、俺はすぐに返事を返した。その後、俺は念書のような書類を書かされ、そこにサインさせられた。書類には公安二課と書かれていたが、俺は死の後の考えるのをやめ、年配の男の言うまま従った。やがて取り調べのような空間から解放され、スーツの男たちは軽く会釈しただけで店を出て行った。ねえ。男たちが出て行くのを確認し、入り口から引き返した時だった。店の隅から声をかけられた。いつものダウナーな声、メロンちゃんだ。お客さんだよ。メロンちゃんの声でそう聞いた瞬間、俺の頭は一気に沸点に達した。メロンちゃんに返事は返さず、その場でキビスを返すと、カウンター前のテーブルへと向かった。いた、昨日のあの男。先ほどまでスーツの男たちが追いかけていたという、死んだはずのあの男だ。テーブルのすぐ横に立つと、男は見下ろすようにして、俺は口を開いた。何なんだあんた、なんで出てくるんだ、なんで俺の前に出てくるんだよ。声を出すたびに言い知れぬ怒りがこみ上げてくる。が、そんな俺にすら男は当たり前のように何も答えようとはしない。
ぶん殴ってやりたい。今すぐこの男を。恐怖などそこにはもうなかった。あるのは、わけのわからないことに俺を巻き込んだこの男に対する怒りだけ。聞こえないの？え？突然の声に振り向くと、そこにはメロンちゃんが立っていた。困惑する俺をよそに、メロンちゃんはテーブルに座る男の正面側に当たり前のように腰掛けた。そう、見つけてほしいんだ、あいつより先に。何を言っている？いや、この男とメロンちゃんは会話をしているのか？俺には聞こえない言葉をこの男と交わしているのか？この人に見つけてほしいの？メロンちゃんがそう言った時だった。今まで何も言わず、瞬きすらしなかった男の体が動いた。頭だけをわずかに下げたのだ。今のはうなずいたのか？大変なこと、大変なことをしてしまった。取り返しのつかない、取り返しのつかないことをしてしまった。あれを、あれを見つけてくれ。あいつより先に、黒いあの場所に、俺の思い出の場所に。正気のない消え入りそうな声で男は言った。あいつってあの人のことですか？メロンちゃんがそう言うと、男はまたもや頭だけをゆっくりと下げ、うなずいた。おい、何かあったの？突如、カウンター越しに声が聞こえた。振り向くと相方が、耳からイヤホンを抜きながら、厨房から姿を現した。いや、なんでもない。俺は急いでそう返事を返すと、相方は怪訝そうな顔をしながら、再び厨房へと戻っていった。テーブルに振り返ると、男の姿はもうそこにはなかった。いるのはメロンちゃんだけ。消えた。マジ意味わかんねえ。俺に何を探せって。あいつより先にって。なんだよ、クソ！半ば切れ気味に言う俺に、メロンちゃんは微動だにせず、顔だけをこちらに向けた。そして、あいつって、さっきの男ですよ。スーツの男の人たちが来る前に現れた人。メロンちゃんに言われ、俺はその男のことを思い出した。先ほどの白黒写真に写っていた、もう一人の男。いや、亡霊か。髪の長い、冷たそうな目をした男。あれがさっきの男が言っていた、あいつ、なのか。
じゃあ何か、俺は亡霊同士の揉め事に巻き込まれたってことか。俺は呆れつつも、もはや投げやりな気分でメロンちゃんに言ったが、次のメロンちゃんの言葉で俺は全身の血が凍りつくような感覚に襲われた。あれは何でしょう。少なくとも幽霊なんかじゃありません。は？私、あれが幽霊だなんて一言も言ってませんよ。ただあれが生きている人間とも思えません。なんだそれ。全身から力が抜けていくような感覚と同時に、波のように押し寄せてくる不安に俺はまたよろめきそうになった。あれ、人間なのかな。関わらない方がいいです。多分私たちには手に負えないと思う。メロンちゃんはそう言うと、代金をテーブルに置き店を出て行った。俺はその後ろ姿をただただ愕然とした気持ちで見送るしかなかった。バイトを終えて帰宅した俺は、ベッドに沈み込むようにして眠った。そして夢を見た。昨日見た夢だ。人が炎に包まれる。やがて場面は変わり、暗い洞窟のような場所。中には男がいた。怒っている。俺はそいつの首に手を伸ばす。そいつは首を絞められ、苦しむ表情を見せた。そいつの顔が鮮明になっていく。そいつの顔は俺だった。話は以上ではない。この後、俺は一生トラウマになるような体験をしたのだが、今回は少しだけ気が晴れたから、ここまでにさせてもらう。長く付き合ってくれてありがとう。もし、この続きを知りたいと思う人がいるのなら、その時はまた続きを書こうと思う。正直、こんな話誰も信じないと思う。ただ、決して気持ちのいい話ではないのは確かだ。不快で、陰鬱で、人間の隠れた本性と対峙するような、そんな話になると思う。それでもよければまた。